出身父スチュアート・ナッセンは、ロンドン公共楽団主席コントラバス奏者を務めた。ジョン・ランバートに作曲を学び、後に、ベンジャミン・ブリテンから激励を受けた。マサチューセッツ州のタングルウッド音楽センターでは、数年にわたりガンサー・シュラーの下で学んだ。後年、1986年から1998年まで、タングルウッド音楽センターで現代音楽部門の、 部長を務めた。16歳の時、ロンドン公共楽団を指揮して、自作の公共曲第1番を初演し、指揮デビューを果たした。ハーグレジデンティ管弦楽団の主席客演指揮者のほか、オールドバラ音楽祭の純芸術監督、ロンドンシンフォニエッタの音楽監督並びに、警官指揮者を歴任している。主な作品に、公共曲第2番、ウィニーザ・プーのハミングと、踊り、 大地の海、オフィリアのダンス、トランペット、三部作、秋の歌、カンタータ、ソーニャの子守歌、奏功、公共曲第3番などがある。また1980年代の主要作品に、二つの、自動オペラ、怪獣たちのいるところ、ヒグレッティ・ピグレッティ・ポップ、ガーリー、いずれも、モーリス・センダックの台本による。1994年10月7日には、 サントリーホール国際作曲移植シリーズナンバーワン Q としてホルン協奏曲が東京のサントリーホールで初演された5歳数夫人との間に娘、ソーニャを授かるスーナス戦はイギリスの公共放送局で音楽番組のプロデューサーや制作式のほか、ロサンジェルスフィルハーモニー管弦楽団の教育監督も務めたが2003年に多界している追悼音楽 スウへの歌は2006年にシカゴで世界初演された。ありがとうございます。